はい、皆さんこんにちは。今回はレドボのお年玉セールおすすめ5万円台ノートパソコンの比較になります。レドボのお年玉セール12月28日から1月13日までですが、おすすめの人気商品の欄に ID パッドスリム 550i と ThinkBook15Gen2 ですね、こちらがともに5万円台のお得な価格で売り出しています。どちらもインテルの Core i3-1115G4 プロセッサー、 15.6 インチのフル HD の液晶、メモリも 8GB、 ストレージも 256GB と指紋認証も標準で搭載していながら5万円で購入できるノートパソコンとなっており、コスパ最高のモデルとなっています。 CPU とメモリ、ストレージ、そして液晶の大きさもほぼ一緒のこちら両社、将来的も含めてどちらがお得な製品になるか製品仕様を見ながら解説をしていきたいと思います。では両社の製品ページ、こちらの仕様を見ていきます。ほとんど一緒になっています。内蔵カメラも両方ともシャッター付きになっています。指紋センサーもあります。キーボードの方もバックライト付き、そしてタッチパッド、唯一違うのがワイヤレスの項目になります。ThinkBook 15 Gen 2の方だけワイヤレスが Wi-Fi 6に対応しています。次に寸法と重量、そしてバッテリー使用時間を見ていきます。まずは Idea Pad Slim の方ですが、寸法は 356mm×233mm、 厚さは約 18mm となっています。重さは 1.66kg、 そしてバッテリーは3セルのリチウムイオンポリマーバッテリーとなっていて、使用時間が13時間と長いのが特徴となっています。次に ThinkBook 15 Gen 2の方ですが、寸法に関しては厚みが約 1mm を大きい 18.9mm となっています。重量に関しては 1.7kg ということで、 Idea Pad Slim に比べてたった 40g しか違いがありません。そしてバッテリーの方は3セルのリチウムイオンバッテリーですね、ポリマーじゃなくてリチウムイオンバッテリーとなっていますので、駆動時間が約 7.5 時間となっています。まとめますと、どちらも 15.6 インチの液晶を採用しているということで、本体の寸法と重量、こちらに関してはほんの少しだけ ThinkBook の方が大きい感じになっています。一番の違いはバッテリーになります。3セルのリチウムイオンポリマーバッテリーを採用している Idea Pad Slim、 こちらの方が駆動時間が13時間と長くなっています。次は本体側面の端子類、こちらを比較していきたいと思います。まずは Idea Pad Slim の方、右側にはメディアカードリーダーが1つ、そして USB 3.0、 フル規格の USB 3.0 が2つついています。左側には USB Type-C が1つ、 HDMI が1つ、そしてマイクロフォン、ヘッドホンのコンボジャックが1つついていて、そして最後に電源ジャックですね、専用の AC アダプターの電源ジャックが1つついています。 Type-C に関してはパワーデリバリーに対応していますので、こちらからも給電が可能となっています。ということで、 Type-C で充電はできるものの、もう一つが電源ジャックという少し古い仕様となっているのが特徴となっています。次に ThinkBook 15 Gen 2を見ていきます。左側の端子は USB 3.1 Gen 2が2つ、1つはビデオアウト対応、もう1つはサンダーボルト4対応となっています。 HDMI が1つ、 USB 3.1 Gen 1のフルサイズが1つ、そしてマイクロフォン、ヘッドホン、コンボジャックが1つついています。右側に行きますと、メディアカードリーダーが1つ、そしてフルサイズの USB 3.1 Gen 1が1つ、そしてビジネスモデルということでイーサーネットコネクタが1つとセキュリティホールがついています。端子類に関してまとめた結果がこちらになります。端子類に関してはかなり差が出た感じになります。フルサイズ USB ですが、どちらも2つ搭載していますが、 ThinkBook 15の方が規格が1つ上の 3.1 Gen 1が搭載されています。 USB Type-C に関しても ThinkBook の方が2つ搭載され、また規格が1つ上の 3.1 Gen 2が2つ、そのうち1つはサンダーボルト4に対応しています。どちらの方も充電しながら Type-C ケーブルを使用して外付けディスプレイを接続することができます。
ですが、アイデアパッドスリムは専用の AC アダプターが必要となってしまいますが、ThinkBook 15に関しては 30W 程度のモバイル AC アダプターがあれば充電が可能となっていますので、私の場合、Xiaomi のスマホが数台持っていますので、充電器に関しては余り気味ですので、そのうち一つを持ち歩いたり会社に持って行っていれば十分充電ができる環境が整います。 15.6 インチ、約 1.7 キロ程度のノートパソコン、こちらを毎日持ち歩く人は少ないかと思います。メインは自宅での使用、持ち歩きに関しては部屋の移動が主だと思われます。そう考えますと、今回のレノボのお年玉セール、5万円で買えるこちらの両者を比べた結果、 ThinkBook 15 Gen 2、 こちらを選ぶことをお勧めしたいと思います。こちらのモデルに関してはメール登録者限定の特価販売ではなく、1月13日までのお年玉セールとなっています。ただし注意点としては、納期に関しては1週間から2週間となっています。この時期注文しますと最低2週間は待つ必要があると思いますので、この点即納モデルではありませんので注意が必要だと思います。そして一番便利だと思ったのがこちら Type-C65W AC アダプターになります。ノート PC の充電以外にもスマホの高速充電に使用、またカメラの充電にも使用しています。下手に 30W の充電器を買うより、これ1本で全て賄うことができます。ということで、今回はレノボお年玉セールのおすすめ人気商品の中から 15.6 インチサイズのノートパソコン、こちらを2機種比較してみました。どうぞ参考にしていただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。